なあ、ゆうくん、ゆうくん。さ、昨日から言ってるけど、ほんまにブータローのこと好き？ じゃあ、ブーそタのローとこので言さ、う じゃあさ、ブータローの好きなとこ10個言える？じゃあ言って。まずは、整形した花やろ。あと、ひげの中に白ひげがな、何本か混じってるとこ。ごめん。あと、この幸運の白胸毛。まだ3つ目やけど大丈夫そあと、おちんちん皮かぶってんそれは禁止ワード。まあいいや、はい、4つ目。で、あと、おちんちん皮めくるやろ。ほんだら、祈祷のところにブツブツ、ちっちゃいブツブツがあるの。祈祷じゃないし、フチやし。あ、フチか。やめてくれよ。普通のところにちっちゃいブツブツがいっぱいある。はい、いいっすね。あと半分やねんけど。あと、この歯。は、ちょっと出っ歯やね。ああ、はい。実は。あんた出っ歯に見えへんけど。はい、6個目。と、ここのケロイド？ブツブツが3つあるやろ？ある。1、2、3。もう1個増えそう。もう1個増えそう。もう1個増えそう？こと。今何個目？あと3つ。あと3つ？まだまだあるで。お尻のところにブタロウは、蒙古斑みたいな洗い残しのある跡がある。ちょっと黒ずんでんだよ。いつもお風呂上がるときお尻に泡つけて出てきてるから、これさ、ショート動画やからさ、全然足りてないんだけど、尺。しゃあない。あと2個。あと2個？足臭いところ。ラスト。あと、足にペリキュア塗ってる。なん？足にペリキュア塗ってる。なんだそれ。ペリキュア塗ってるよ、黒いペリキュア。なんの黒いペリキュアって。爪の先黒くなってるやろ、あれペリキュアやろ。違う。なあ、あれペリキュア全部見た目のさ、コンプレックスとかね。あ、でもそこを愛してくれてるってこと。まあ、鳥用によっては愛されてんな。ありがとう。